はいどうもストックロックです。今回はですね GVDA さんからテスター付きのクランプメーターですかね、こちらを提供していただきました。 GVDA さんは以前ウォールドリルブラケットとか、あとこのねこちらのハンダゴテですね、こちらを提供してくれたメーカーさんで、今回はね、3つ目ですね。その3つ目がこのテスター付きのクランプメーターだと思うんですけど、まあ、ここにもねデジタルクランプメーターって書いてますが、まあ、結構 GVDA さんは守備範囲広いですね。いろんな製品を取り扱ってますね。で今回はねこのデジタルクランプメーターの GD の 166B っていうモデルになります。でこちらアリエクで売ってますので、今回また概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方は見てみてください。では早速開封してみましょう。ドゥーンということで、こちらですね、早速開けていきます。なんかしっかりケースに入ってるのはすごい嬉しいですね。はい、中身はこんな感じです。まず左のこのポケットに説明書かな、ユーザーマニュアル、スマートクランプメーターってことで、これアディエクから来たのでもちろん日本語なんてないですね。もう見事に全部英語で書いております。あとなんだ、ちょっととりあえず出してみましょうか。このゴムバンドで全部固定されてるって感じですね。よいしょ、はい、こんな感じですね。ちょっとそれぞれ袋に入ってるのを開けていきます。本体とプローブですね。そこそこ線が太いちゃんとしたやつが入ってますね。ちゃんとこの端子にキャップがついてるんですね。これ何、これ熱伝追プローブっていうみたいですね。まあ、きっとこれは温度を測るためのものなんでしょう。自分はあまりね使ったことないんですけど、まあ、センサーみたいなものかなっていう認識です。ということでこちらが本体ですね。 GVDA さんの GD166B っていうモデルになります。まあ、こんな感じでクランプメーターと、あと下にテスターですね、こちらが搭載されていると。でこの下底面ですね、底面にプローブの差し込み口があります。これまたテカテカして顔映るやつじゃねえかよ。ちょっとこれまず、はい、剥がした方がテカテカしてるこっちの方がやばいかもしれないね。これまずね電池式なんですよ。こう開けて電池を入れるみたいです。まずこれ入れてみましょう。単4電池3本で動くみたいです。よいしょ、おーピーって言ったね。はいはいはい、ちょっと待ってよ。はい、おお、もうすでについている。すごいね、液晶っていいですね。はい、こんな感じで、今回は実験として特に測るものがないので、それもどうなんだって話ですけど、安定化電源ですね、ちょっと画面から見えてないですけど、安定化電源で好きなボルトにセットして、それを測定してみようかなととりあえず思ってます。何に使ったか分かんないけど 19V 2.37 アンペアになってるので、このまま使ってみましょうか。で安定化電源にこのワニ口クリップをね取り付けて、まあ、これで測ってみようかなと思ってます。で詳しい使い方なんかはテスターとかね詳しく説明してる方がね他の YouTuber さんいますので、そちらの方に僕はお任せしようと思ってます。まあ、そこまでね自分もこういう系は精通してるわけではないので、間違った情報をお伝えするのもちょっとなと思うんで、まあ、もしそれでも間違った情報を流してたらコメント欄で誰か訂正してください。はい、ということでとりあえずセット完了ですね。でこれをこの下ですね、ここに刺します。はい、こっちも刺します。はい、でこの状態で OK と。あ、なるほど、こっちもキャップがついてんのね。うん、このあたりなんかちょっと丁寧ですね。で、繋いでみます。よいしょ、これで安定化電源の電源をオンにします。ほい、はい、あ、19V 18.99V、 安定化電源は 19V に設定してます。まあほとんどぴったり、まあ、当たり前なのかもしれないけど、いいとこ来てるかなと思います。いわゆる標準的な 5V 2A にしてみました。これでもう一回やってみます。はい、5.008 っていうことで数値が出ております。でこちらですね、6000カウントってことで 600V までになるのかな、このちゃんと小数点以下が出るっていう感じになります。まあ桁数ですね、まあ、6000カウントって結構標準的なんですけど、まあ、通常の私みたいな一般の人が使うってなると全然十分なカウント数になってるかなと思います。今直流電源試しましたが、交流電源 AC ですね、 AC にも対応しております。ちょっと型番違うやつなんですけど、直流電源のみのモデルも販売されております。形はねすごく似た感じでしたね。は
はい、あの長ったらしい英語の説明書を一通り読みまして、やっと機能をね理解しました。これから一通り使い方を説明していくんですけど、様々な機能が盛り込まれてました。まずね、電源の入れ方、この電源ボタン長押しします。すると勝手にセルフチェックっていう状態に入りまして、ピーピーピーっていうのをね、セルフチェック完了しましたよっていう合図みたいです。でこの3回ねブザーが鳴ったら実際に使い始めることができるそうです。このサイドのボタンですね、これ長押しすると、はい、ライトが点灯します。でまた長押しするとライトが消灯します。でこれ短く押すとどうなるのかっていうと、ホールドボタンでしたね、 H っていうのは。なので測定をして、表示がこの液晶に出てる状態でホールドボタンを押すと、測定結果が表示された状態で固定できる、そんな機能になってます。で電源を入れると最初このオートモードになってるんですけど、このオートの状態でね、通常の方は使って問題ないかなと思います。自分もねこのオートで使うパターンっていうのが非常に多いかなと思います。で例えばなんですけど、プローブつけます。右側に赤いの、はい、で左側に黒いのですね。で実際に、測定したいものですね、例えばここにあるバッテリーですね、バッテリーにこのプローブを差し込んでみます。よはい、どうだ、はい、ということで今 20.1V で、このファンクションボタンを押すと、はい、A にするとこれアンペア数ですね、で V がボルト数で、オームが抵抗値で、最後これが導通チェックですね。今ピーって導通してますよっていうことになります。でこの今のね4つが色、ちょうど液晶パネル色違うと思うんですけど、左側ですね、これが多分ねオートモードに入っているんじゃないかなと思う。ファンクションボタンを長押しするとオートモードにまた戻ります。で1回押すとアンペア、ボルト、オームっていう手動モードに移ると、そんな機能になってるみたいです。で導通チェックで、これがダイオードのテスト、あとミリボルトの測定ですね。あ、今言ってるのは、DC、AC 両方使えます。それと周波数、デューティー比の測定と静電容量の測定、あと温度測定、温度測定の場合はね専用のプローブですね、先ほどもう一本あったプローブ、これをつけて使う感じになります。最後によいしょ、これが非接触 AC 電圧検出ってことで、この状態で例えば電源タップとかに近づくとブザー音が鳴り始めます。ある程度の距離だとピーピーピーっていう音なんですけど、すごく近づくとピー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 っていう感じでブザーで知らせてくれるっていう機能ですね。あとこのクランプ機能ですね、オートの状態でこの状態で挟んでもいいですし、と電流ですね、はい、電流の状態で挟んでも機能します。どっちでも OK です。こう短く押すと DC と交流と切り替わるような感じになります。基本的にねこれぐらいしか使わないと思います。まあ、今ねここに普通のプローブ挿して、この 20V のバッテリーですね、ここを測って 20.何V っていう表示が出たと思うんですけど、もう一回やってみましょうか。はい、長押しでオートにして、で挿します。よいしょ、はい、ということで 20.10V っていう測定ができますね。今電圧になったんですけど、電流の測定だったり抵抗の測定だったり、もうこれだけで完結しますっていうのがまず1点。これはね普通のテスターとして使った時の機能なんですけど、今回はねこれにねクランプメーターがついてるんですね。でクランプメーターはこういう線ですね、これを挟むだけで測定できると、こちらをね今実演してやってみたいと思います。ということで今用意しているのは、こちらに安定化電源がありまして、バッテリーを動かすための負荷ですね、前にバッテリーの負荷テストをやった機械なんですけど、これをつないで、これにバッテリーをつないでいる、こんな状態ですね。でこれを今動かして、実際にこういうつながってる線ですね、このあたりをクランプして数値を見てみたいと思います。でまずねこちら見てください、これ安定化電源ですね。ちょっと見づらいですけど、12V、 あ今つけちゃってるな、一回切ります。はい、12V の 1A で設定してます。これはただ単にこの負荷の電源ですね、これ 12V1A なのでこれで設定してます。でスイッチオンオン、はい、で回り始めますね。でこちらなんですけど、今バッテリーにもつないだ状態で 20.16V ぐらいあるよということで、今これをね1アンペアにして、
はい、1アンペアの電流を流して、終始電圧 12.5V になってるんですけど、まあ、ここまでは回さないので、はい、とりあえずこの1アンペア、電流1アンペアで流すっていうことだけ覚えておいてください。ということで、この状態で回していきます。スイッチオン。はい。はい、そうすると、今、はい、ファン回り始めましたね。はい、今、電気を消費してるので、どんどん電圧が下がっている状態です。で、この状態で、これがバッテリーにつながってる線なんですが、これを測ってみましょうよっていう企画でございます。ということで、この線ですね、これをクランプしてみたいと思います。ちょっと動かすと、線がね、抜けちゃうんですよね。ちょっと刺さりが甘いんで、よいしょ。よし、これでどうだ。はい、ということで、実際にクランプしてみたいと思います。はい。今、数値出てますね。これちょっとね、線の向きがありまして、今、マイナスで出ちゃってますけど、大体1アンペアの数値が出てます。今、ぴったりですね。ピッ。はい。今、ホールドボタンを押してます。これで変動しないっていう感じですね。これで測定結果を見れる感じになります。まあ、押さなくても変動具合をこうやって見れるんですけど、だいたい1アンペア前後でしっかり動いてるっていうのがわかるかなと思います。うん、これ便利ですね。結構面白いなと思って、逆に挟むとちゃんとマイナス数値なしで出るんですけど、気になるのがプラス数値で出てるけど、ちょっとこっち誤差ありますね。なんだろうね。たまたま測り方かな。ちょっと一回リセットしてみましょうか。一旦リセットして、はい、オートの状態でこっち向きで挟んでみます。ドン。あー、いいとこ出るか。でもなんかこっちと、こっちの方がちょっと低く出る気がするね。やっぱりプラスの方がね。プラスマイナスちゃんと合わせた方が低く出てるような気がするんだけど。うん、何なんでしょうね。多分逆にすると、はい、こっちだとだいたい1アンペアいいとこ出るんですけどね。この差は何なんだろうっていう感じはしますけど。まあ結構面白いかなと思いますね。っていうか、これ一つで大体のこと、ほとんどのことが済んでしまうので、僕は今まで持ってるマルチメーターとかは、もうなんか不要になっちゃったなっていう気がしていて、これ一個で済みますよね。で、まあ、通常のね、こういった普通のテスターと比べるとですね、プローブを刺すところが少ないですよね。こっちは3つ。今まで僕、この安いの使ってて、まあ、3つあったんですけど、で、用途によって刺す場所が変わるんですよね。電流の時だったり電圧の時だったり、またそのレンジによって刺す場所を変える必要があったんですけど、まあ、この今回のこの GVDA さんのこの機種は、まあオートっていうことで、まあ、刺す場所がもうこの1個ずつ、まあ、黒い方と赤い方と1個ずつしかなくて、あとはオートなので勝手に測定してくれるっていうことで、これは非常に便利だし、この壊れる心配がないのかなと思います。これと比べるとはるかに高性能ですね。まあ、これすっごい安いんだけど、もう10年ぐらい使ってるのかな。うん。まあ、これはこれでね、壊れなくて、それなりに普通に測定はできるので、いい商品だなと思うんですけど、まあ、性能的にはね、やっぱりこっちの方が上ですよね。で、6000カウントってことで、今までこっち小数点第1位ぐらいまでしか出なかったんですけど、こっちの方が表示数が多くてですね、結構見やすい数値が、まあ、しっかり出るなと思いました。最後にね、AC 電源の、これですね、これ一番最後、非接触 AC 電圧検出っていうやつですね。これの PP 音をね、お聞かせしたいと思います。今ね、自分の下にね、まさに、コンセントあるんですけど、それに近づけてみましょうか。ちょっと暗いんですけど、ここに電源タップ貼り付けてますんで、このクランプメーターを近づけてみたいと思います。ファンクションボタンを押して、はい、一番右。この状態で、電源タップに近づけてみます。はい、鳴り始めましたね。はい、っていう感じですね。なので、本当に近づけると、どんどん速くなってきます。いや、本当にくっつくぐらい近づくと、もう赤ランプになって、はい、こんな状態になります。ということで、何かにつなげることはなく、近づけるだけで AC 電源を探すことができる。そんな感じの機能になっております。はい、次はね、この安定化電源の方の、まあ、プローブですね。こちらにクランプしてみたいと思います。今だいたい 0.2 アンペアぐらいをね、動いてるんですけど、見えますかね？ちょっと見づらいけど、プラス側ですね。これをクランプしてみたいと思います。
ちょっと数値が小さすぎるとオートじゃ検出できないみたいですね。ということでマニュアルで電流にしてみたいと思います。マイナス 0.24、 ちょっとこっちの方が大きく出てるかな、若干、まあ、0.0 何っていう本当に微妙な数値なので、この今マイナスになってるのはですね、このクランプの方に、はい、プラス側とマイナス側がありますので、まあ、こうクランプした時にこっち側がマイナスですね、こっち側がプラスっていうクランプの仕方だとちゃんとマイナス数値じゃない正しい数値が出ます。これが逆になってるとマイナスの表示で出ます。はい、これ今逆で挟んでます。まあ、逆と言いつつこっちが正しいんだけどね、まあ、0.16 なので正しい感じで挟んだ方がね、ちょっとね数値が低く出ると思うんですよね。これなんでなんだろうね、ちょっとそこだけが気になってるんですけど、ちょっとわかる方誰か教えてください。これ全部のクランプメーターがそうなるのか、この個体だけがなるのか、ちょっとよくわかんないですよね。今逆にしますね、はい、0.2 超えるんですよね。この差は何なんだろうね、ちょっとよくわかんないです。でもまあかなり小さい単位なので、これが例えば1アンペアとか2アンペアとか3アンペアとか、そのあたりのね電流値でいくとそこまでの誤差は感じないのかなっていうふうに思います。ということでクランプメーターとしての機能はそんな感じですね。はい、ということで一通り使ってみました。でね、使ってみた感想としてはやっぱりね、このオート機能があるのでかなり使いやすいですね。特に自分みたいな初心者にとってはこういった感じでね、測定する種類またはレンジによってこのプローブを刺す場所を変えるっていう必要がね全くないので、でね1個ずつしかありませんから、であとは勝手にこっちの方で検知してオートで測ってくれるっていうことで、初心者の方にはこっちの方が絶対に使いやすいなっていう風に感じました。でこちらのね、この中のマークに関してはこちらは全然テスターって大体共通なので分かっていただけるかなという風に思います。説明書は英語なんでちょっと難しいですけど、Google レンズを使ってこんな感じで説明書を読んでもらうと全部翻訳できますんで、もしちゃんと説明書を読んでみたいっていう方はですね、こういった Google レンズとかを使って翻訳してもらえば全然読める説明書にはなりますので、意味は通じるかなと思います。まあ、結局苦労する点はそれぐらいっていう感じですね。まあ、この商品としてはねすごくいい感じなんじゃないかなと思います。あと見た目も結構自分は好きなので、やっぱりこの液晶がすごくかっこいいですよね。なので、まあ、ちょっと値段はね5000円ぐらいするので、5000円ちょっとかな、セールの時5000円切るのかな、それぐらいなので、まあ、一般の人が使うテスターとしてはそこまで安いっていう製品ではないんですけど、まあ、その代わりね機能が盛りだくさんで初心者にも使いやすい仕様になってると思いますので、気になる方はねチェックしてみてください。これからテスター欲しいっていう方はねチェックしてもいい商品かなと思いました。ということで今日はですね GVDA さんの GD166B っていうねクランプメーター付きのテスターって言ったらいいのかな、こちらを紹介していきました。で今回紹介したのはねこの AC、DC 両方使えるっていうものなんですけど、 DC 直流だけしか使えないモデルがちょっと安く売ってるのと、あと若干クランプの部分の形がね違うっていう機種がもう一機種ありますので、機能はね同じっぽいんだけどね、こちらの方も同じページで販売してますので、気になる方はね、概要欄の方のリンクをクリックしてチェックしてみてください。あ、そうだ、最後に1個ね機能をお伝えするの忘れてた。ここにねこれが収まるらしい。こんな感じで1本収まるような感じになってるそうです。もう1個のねこれと形違うやつはねここに収まらないような確か形状をしてたと思うんで、まあ、そのあたりもページを見てね判断してみてください。値段は一緒ですね。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。